やってまいりました。どうもどうも。いやー、これどうすか、このアングル。なかなかないんじゃないですか、これ。これ結構シリーズ化していこうかな。これ iPhone の広角レンズで今撮ってると思うんです、 撮れてると思うんですけど、これは久しぶりだよ、やったな。昔ね、これね、やってたんですよ。 iPhone5S 時代やってたんですけど、最近やってなくて。これなんでこれを思いついたかっていうと、その橋ですよね、でかい橋。淡路島に今から向かってるんですけど、淡路島に行くためには有料のお金を払ってね、あの橋を渡っていかないといけないわけですよ。お金払うんでちょっとこれは投資に変えていかないといけないですからね。回収していかないといけないんで、まあこれまで下道でちょっと頑張って走ってきたんですけど、まあ徳島に向かう、四国に渡るためには、車で渡るためにはこの有料の橋をね、渡っていかないといけないですから。そう、まあこれからどんな景色がお届けできるのか楽しみですね。多分僕ね、久しぶりですねこれね、マジで。これ久しぶりですよ、久しぶり、マジでめちゃくちゃ久しぶりですね、この橋は。多分ね、車で四国に行くことが多分ね、相当久しぶりなんで、相当久しぶりですね、マジで。だから3年ぶりぐらいかもしれないですね、もしかしたら。おっと、これを広大な橋が見えてくるんじゃないですか、これ。もうちょっとしたら、あー、 4K で撮ればよかったかな。まあいいや、すいません。700、おー、見えてきたー。でけーでけー、でかいな、これ。人間すげー、人間よう作ったわこれね、人間よう作ったねこれ。これめちゃくちゃでかいですねこの橋ね。人間様すげーなー。これやばないですか、これ。これ作れるんすよ、すげえな。ちょっと早く後で映像確認したいな。これね、 iPhone の広角で撮ったらどんな感じで映像撮れてんのかな。いや、 4K で撮ればよかったな、せっかくだから。まあいいや、まあいいでしょう、しょうがない。いや、これすごくないですか、これは。多分見てみたい、自分が見たい、自分用もはや。いや、この橋を iPhone 広角でどんな感じで撮れてんのがちょっと気になるところですけどね。これすごいですよ、これ。これめちゃくちゃでかいね、すごいな。いや、車があれば島を渡れるというね、すごいっすねこれ。めっちゃでかいわ。これレインボーブリッジじゃ比じゃないですよ。レインボーブリッジ比じゃないですね、この橋のでかさ。マジ、海超渡ってる感がしますね。海だいぶ渡ってる感がするよこれ。いやー、この広大な橋結構長いですね。このなんかその湾曲が2曲があるからね。いやー、ちょっと多分ね、サービスエリアがあると思うんで、そこ寄りますよ、サービスエリア。でもなんかね、あ、そうちょっとね、映像あるかな。そう、あの観覧車乗ったわ俺。そうサービスエリアに観覧車あるんですけど、サービスエリア、あ、だから3年前ですかね。ちょっと多分ね、これ編集しようかな、どうしようかな、編集しますよ、これ編集しないとダメだな。編集してその観覧車の多分ね、あると思うんですよね、映像。
3年前僕がね全国弾丸セミナーみたいなのをやったんですよ。でその時に車でもうめっちゃ回ったんですけど全国。そうそうそう、あー懐かしい、蘇ってきた。3年前の記憶が蘇ってきましたね。その時 iPhone5S ですよ、3年前は。確かもう4年かな、もうすいません4年経つかもしれないですね。もう2020年やからね、4年前かもしれない。淡路ハイウェイオアシス行ったね。淡路ハイウェイオアシス寄った寄った。まあその映像は編集してどっかにテロップ入れとくんで。そう、観覧車があるんですよ。そう、観覧車があるんだよね。いやーこれすごいな、島ですよ。淡路島、淡路島来ちゃいましたね。淡路島、いやこれもね、この映像なかなかお届けできないんじゃないですか。おそらく、おそらくこの映像はあんまりお届けできない映像ですよ。僕しか、そう、僕しかお届けできないんじゃないかなと思いますけど。まあ今度ね GoPro 買おうかなと思ったんですけど、この映像見てみて GoPro いらねえんじゃないかなみたいな。しかもなんか喋れるじゃないですか、イヤホンつなげてるんですけど今。そう、解説しながら一応できるんで、まあね、まあ映像だけ使いたかったらこの喋ってるのを抜けばいいだけなんで。 GoPro って多分なんかね音声は微妙だと思うんですよね。どうなんだ。でも GoPro も広角で撮れるんで、 GoPro と iPhone 11の Pro の広角。でもね 4K60fps 撮れますからね。あでも今の GoPro8 は 120p か 260p、 なんかまあすげえの撮れるんですけど、まあいいや。とりあえずハイウェイオアシス、ハイウェイオアシス行って僕はこの映像をチェックしたいんで早く。あー見えてきた、あの観覧車乗りましたよ。僕観覧車ね、僕観覧車すげえ苦手なんですけど乗りました。超怖いですよ観覧車でね。スタバがあるんですよね、あそこ確か。スタバが運命にあるんですよ、スタバかなんかが。いや懐かしいな、めっちゃ懐かしい。これ久しぶりだ本当にこの道、この3、4年ぶりか。じゃあ淡路行きます。ハイウェイオアシス観覧車あるとこ。いやここはなかなか通れないですからね。全国を車で回らないとなかなか通らないですよね。いやー今日晴れてよかった、超綺麗だわ。てか暑いっすもん今日、めっちゃ暑い。車の中観覧車があった。淡路来ましたよー。ちょっと明日四国なんでね、明日四国っていうか今日四国入りですけど。いや懐かしいな淡路。いやでも今日休みだから車が結構ありますね。車が結構あるわ。こっち止めますか。ほら観覧車、観覧車どう見えてんの。観覧車を、観覧車移しましょう。観覧車なかなか、はい、なんかね、その名古屋のなんだっけな、名古屋にもあるんですよ観覧車が。名古屋にも観覧車あるんですけど、名古屋のどこだっけな、刈谷か、刈谷サービスオアシスにも観覧車ありますね。いや人結構おると、あ空いてた、湧いてましたね。さてこの映像をちょっとチェックしたいですね早く。僕はい、ということで淡路着きました。
バイナラ。